はい。ということで、こちら、4階のエレベーターホールになっておりまして、窓からは、レイバーが見えますね。はい。このブルーの、インテリアになっておりまして、エレベーターのドアもそうですし、壁も水色です。ね、このプランがこんな感じで、すごくおしゃれな感じになっております。もう、ここからすでにですね、カードがないと入れないようになってますので、ちょっと、開けてみたいと思います。カードこんな感じです。よいしょ。で、廊下から入りますと、お、下もカーペットです。すごいね。この内側の、おー、これ見てください。雰囲気いいじゃないですか。こっち側は川とは反対方向なんで、ちょっと雑多なビルですが、こっち側はブルーでいい感じですね。海っぽいです。見てください。この、お部屋の照明もすごく可愛いです。今日泊まらせていただくお部屋、405室、こちらになってます。では入ってみたいと思います。じゃーん。おー、もういきなりお部屋なんで、お部屋こんな感じ、あ、失礼しました。こんな感じでーす。じゃーん。なんか、そんなに面積広くないけど、壁がない分広く感じますですね。しかもなんか、若々しいというか、海っぽいというか、ね、これ天気良かったらもっと明るいんだろうな。はい、ではちょっと見ていきたいと思いますが、入って右側にですね、こういった感じで、ハンガー、ね、こういった、あれになってます。針金のハンガーみたいになってて、4つですね。そして消臭スプレー、そしてここになんか脱衣とか置くスペースですかね。で、ベッドはですね、ダブルサイズかな。クイーンはないと思うので、ダブルサイズの結構カジュアルなベッドで、ね、このベッドの、なんていうの？寝具がすごくいい感じの木のナチュラルな、色のですね、カラーのベッドになってます。横のサイドテーブルもしっかりですね。で、こっち側のね、洗面台まで全部統一して、こういったナチュラルなウッドの感じになっています。マックラーはちょっとね、ちっちゃめではあるんですけど、なんか可愛らしい感じのクッションもあってね、いい感じです。で、ここにですね、タオルと、部屋着ありますね。はい。なんかね、可愛い感じに置かれております。で、これ見てください。この壁。模様がね、ちょっとすごくいい感じのブルーの模様になってます。そして壁にも真っ白で、そこに、まぁ、ちょっと曲がってるけど、この絵がある感じになってますね。はい。で、ここのところがですね、カーペットなんですね。床はブルーの、こう、濃厚な、結構ね、ブルーの海のようなカーペットになってますが、そこのところにですね、空気清浄機、これはパナソニックナノイーです。そして、バッケージスタンドが置かれておりまして、その上にですね、ソニーの結構横長な32インチかなのテレビが飾られております。で、この下にはなんかね、こんないい感じで、ちょっとね、倉庫っぽい感じで、こういったスイッチで、こういったエアコンとかね、照明が操作できるようになってます。あ、ここもしかしてっていう感じな、ちょっとすごく今、ユッキー発見しちゃいました。見てください。このね、ここ、バスルームが窓に面してるじゃないですか。なんですけど、ここにでっかい扉がここ実はあって、これ閉まるんじゃないですかね。閉まったらお、ちょうど船が来ましたー。バイバーイ。はい。ということで、この壁にですね、こういった形でなんか洋服がかけれたりとか、スリッパあったりするけど、これ閉められるんじゃない？もしかしてっていう気が。ちょっとしますよ。ちょっとユッキー、これ開けてみていいですか。じゃん、じゃん。じゃーん、開けてみてじゃなくて、閉めてみた。おー、暗くなったけど一気に見て、一気に暗くなりましたが、ここ閉まるんですね。はい。で、こっち行くとですね、ちっちゃいテーブルに、電子ケトル、ブラウンの電子ケトルと、
それからコーヒーカップがですね、濃紺のやつと水色のやつと2つあります。そこにグリーンティーとレモングラス、紅茶のこういったティーバッグが入っているという感じですね。テーブルは決して大きくないんですけども、そこにおしゃれな感じの白い椅子が置かれております。で、こちら洗面台。この洗面台のところもね、一応このカーテンでこう区切れるようになってるんですよ。なんで見てください。ここまで区切っちゃうと、見て、真っ暗。すごいね、真っ暗になります。はい、ちょっと今、それだと皆さんわかんないと思うので、開けちゃいますが、という感じで開閉もできるようになっておりまして、ここに可愛らしい、ちっちゃい、洗面台があります。バー、なんと書いたの？バーと書いたのかな？初めて見るメーカーですね。ちょっと後で調べてみたいと思います。可愛らしい水洗。で、そこにですね、歯磨き、それからヘアブラシ、髭剃り、綿棒というですね、こういったアメニティが置かれております。ハンドソープはですね、アロマライズって書いてますけれども、それの、これはどこかな？ペリカン石鹸ですね。ペリカン石鹸の、ハンドソープ。そしてそこにタオルが飾られておりまして、上には、こんな可愛いですね。はい、照明になってます。可愛いよね、この辺がね。ちょっと、つけてみますか。あれ、ごめんなさい。これじゃなかったか。ちょっと、チッチとかわかんないけど、後にしますか。そして、この、鏡がなぜか、実用的とは言えないけど、三角形の鏡になっております。はい。でですね、ここの棚みたいなところに、サロニアのですね、ドライヤー、そして一番下に靴べらという感じになっております。そして、ここにですね、扉があるので、これが、じゃーん、ペルティズムのブラックのですね、冷蔵庫、ワンダータイプ、ちっちゃめですが、あるという感じになっています。はい。ということで、すいません、なんかここ閉じちゃったらかなり暗くなっちゃったね。あ、もう一回開けてみようかな。で、こちらですね、お風呂場、じゃーん。こういったですね、透明のドアのところに開くとですね、下がタイル、壁も白いタイル、そしてワインシャワーのシャワーがあるバスタブで、ここでお風呂に入りながら川を望めるというすごい贅沢な作りになっておりますね。はい。この川べりのところは出れて電気が歩けるようになってます。はい。で、ここも調光って書いてあるからね、このバスタブのところは多分照明ができるのかもしれないです。はい。水洗はグローエですね。シャワーの方もグローエになっております。そして、このトイレタリーはユッキーの大好きなプロバンシア、ペリカン石鹸のプロバンシアになっているという感じになっています。はい。ということで、この左側だけが後でトイレだと思うので開けてみたいと思いますが、その前にちょっとこの、ちょっとあまりにも暗くなっちゃうよね、これが本当に。これを閉めて。はい。こんな感じになっていて、ちょっとお風呂場から最後にこの部屋の雰囲気をどんな感じで見えるのかっていうのをね、ちょっと皆さんにお見せしたかったんですけど、まあちょっとここね、水垢ついちゃってるけど、こんな感じでお部屋が見ることができまーす。はい、以上になりまーす。晴れてほしいねー。今回泊まらせていただいたお部屋はですね、スタンダードダブルのリバービューというタイプのお部屋でございます。ベッドタイプがですね、160センチメートル幅のクイーンサイズ、マットレスはシモンズ社製です。食事なす泊まりで広さが19平方メートル、料金が税込みでですね、2名、12,240 円でございました。選んだポイントは、このね、ザ・シェア・ホテルズのパート2のリュードロというブランドっていうところと、リバーサイドのお部屋っていうところですかね、気になったのが。今回予約はですね、チャラン経由で予約をさせていただいております。今回のお部屋の平面図、こんな感じでございます。はい、西北向きのお部屋になっておりまして、隅田川に面して、こういった形で窓があります。窓があるのはですね、ただお風呂だけでございまして。お風呂とお部屋を隔てるところもですね、すごくでっかい扉というか壁というか開閉できる、扉になっていて、閉めると真っ暗になって、開けるとですね、光が入ってくるというタイプのお部屋でございます。水回りは3点セパレートになっていまして、ベッドもですね、クイーンサイズと広めでございます。天井高254センチメートルのお部屋でございます。筋で見るお部屋データ。まあ、地下はね、やや低めかなというね、感じですかね、場所的に。
宿泊料金は、この同じようなグレードで考えるとちょっと高めだと思いますね。ベッド幅がやや広め、水回りもやや広めという形でございます。4年10ヶ月ということで、まだ近さと言えるんじゃないかなというふうに思います。こちらのホテルはこんな人向け、こちらもですね、基本的にはプライベート利用メインだと思いますね。川沿いですし、どちらかというとそういったおしゃれに泊まるというスタンスのホテルかなと思います。そういう意味ではね、カップルとか友達同士、あとね、意外に多かったのがなんかね、家族連れも結構いましたね。はい、ちっちゃい子を連れた、家族が多かったです。なぜか、あとはね、海とか川が好きな人にも、いいと思いますし、スタイリッシュなホテルを探している人にもいいと思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。龍路、東京、清澄はですね、株式会社リビタというところがですね、運営するホテルになっています。まあただですね、こちら正確に言うと個室だけじゃなくてドミトリータイプもあるので、まあホステル&ホテルっていう感じかなと思いますね。リビタが運営するホテルはですね、すべてバイ、ザ・シェアホテルズという形で副題がついているようでございまして、ザ・シェアホテルズというのがブランドになっています。博レポではですね、かつて本所吾妻橋にある開花東京をですね、バイ・ザ・シェアホテルズを紹介させていただいています。リビタはですね、基本的にこう既存建物の改修とか再生を手掛ける会社として、2005年に設立された会社になってまして、まあ、次の不動産の常識を、作り続けるということを経営ビジョンに抱えてですね、リノベーションの事業を展開しています。2012年にはですね、京王電鉄グループ有している会社でございます。現在、全国にですね、8棟のホテルを運営しているということで、基本的にはいずれもリノベーションしているホテルになっています。で、こちらの流路もですね、実は築28年、経っていたオフィスのビルをですね、ホテルに用途変更してリノベーションしたものになっています。流路、東京清澄の最寄り駅はですね、都営大江戸線と地下鉄半蔵門線の清澄白川駅になっています。そこからですね、まあ歩いて人にもよるんですけど、だいたい徒歩9分ぐらいかな。で、反対側にある半蔵門線の水天宮前駅からもですね、まあ隅田川渡って歩いて10分ぐらいのところにあるという感じの、隅田川の川沿いに立っています。建物の外観はね、至って普通の建物、もともとオフィスビルだったこともあって建物なんですけども、上をよく見ると看板がある、に、流路と書いてあるという感じですね。まあただね、川沿いにあるので、すぐわかるとは思います。このホテルとですね、隅田川の間は実はデッキになってるんですけども、このデッキがですね、まあ東京都の、川テラスっていう名前のですね、なんていうかな、夏の京都なんかでよく見られる、なんていうの、川床っていうんですか、はい、それのまあ東京版みたいな感じで、まあこういった有効的にこう活用するプランを募集したところ、一般公募でこの流路が採用されて設置されているというものでございます。まあ東京都としてはね、川と町をつなぐとことで、こう人々が通ぐどって賑わいが生まれる水辺空間を創出したいという趣旨で、こういった取り組みをしているみたいでですね、今回は流路がそれをに乗っかった形で、こういった形で展開しているということでございます。まあね、この日はちょっと寒かったのと、デッキがね、なんかね、自由に使っていいのか、それともね、レストランでなんかオーダーしないといちゃいけないのかっていうのがね、ちょっと曖昧な雰囲気だったんで、まあユッキー通り過ぎただけになってしまったんですけども、なんかこの辺ね、ちょっとね、一般の人にもより分かりやすくした方が、もっとこう地域に開かれたスペースになるんじゃないかなというふうには思いましたかね。建物はですね、まあどこがちょっと正式なエントランスか微妙な感じで、なんか3カ所入り口あるんだけど、まあなんか一番こう間口が広いところが一応正面玄関になってるっぽい感じでしたね。フロントはですね、1階にありまして、なんとなくこう観光案内所みたいな雰囲気のフロントでございましたが、まあちょっと、まあ、おしゃれにしてるような感じではありましたね。まあ、部屋に行くためにはですね、一旦こう外廊下みたいなところに出て、エレベーターに乗ってですね、またルームキーで内廊下に入るような形になる不思議なアプローチになっていました。まあね、かなり幅の広い、狭い建物で、まあ、かつ変形した建物の中に部屋を工夫して配布してるっていう感じのなってるんですけども、まあ廊下がね、こうブルーのインテリアなんで、まあそういった凹凸がね、あんまりこうマイナスな感じはしませんでしたかね。はい、それではですね、流路清澄白川のベッドチェックです。こちらのベッドですね、測ったら、幅がなんと160センチありました。クイーンサイズです。長さが195、高さがですね57センチメートルぐらいとちょっと高くなってます。はい、そして部屋着でございますが、こんな感じの、ストライプ、うっすらストライプの入った1枚ものです。できればね、これも水色が良かったですね。
はい、では、飛び込んだ、飛び込んでみたいと思います。せーの。おお、これも低反発ですね。もうちょっと反発するかと思ったら、はい、とてもフィットしてます。もう一回いきます。なかなか良きです。お部屋の方は、川沿いの部分にですね、水回りをこう持ってくるっていう大胆なプランになってまして、窓はですね、バスルームにだけついているという感じでございました。またバスルームとですね、部屋の間も、ガラスで仕切られていまして、通常はそういった形で間接的に部屋に光入ってくるんだけど、このガラス部分はですね、実はなんか壁ドアみたいになっていて、閉じることもできて、そうするとですね、部屋をこう黒くすることもできるようになっていました。部屋の内部もですね、濃紺のカーペットに水色のアクセントというのがあちこちに使われてまして、まあ、なんとなく船のキャビンをイメージしているような感じで、まあ、すごく雰囲気的に良かったですね。ベッドは160センチメートルクイーンサイズで余裕ありましたし、まあ、水回りもね、バス、トイレ、洗面台がセパレートになっていたので過ごしやすかったです。こちらのホテルはですね、2階にはデッキと連結したそのレストランというのがあります。まあ宿泊者にはですね、テイクアウトのみではあるんですけども、なんかソフトドリンクのワンドリンク無料チケットというのがいただけるので、まあ夜にねちょっと覗きに行ってみたんですけども、まあね、この辺であんまりホテルない、あ、ホテルじゃない、お店がないからかどうかわかんないんですけども、非常にこうなんていうの、人気店なのか満席状態でございました。雪材でございます。こちらの部屋の売りはですね、まあ圧倒的にこのリバービューのバスお風呂になってるわけなんですね。まあ、ただちょっと残念だったのは、肝心の窓がですね、曇り止め加工がされてないんですよ。なんでね、入浴してる間は、こう、風景を楽しむことができなくて、結局なんか、お風呂に入ってない時しかこう、風景が見れないっていうですね。なんか、とってももったいないなと思いました。まあ、この写真は、シャワーで、水をバーってかけて直後に撮ったんで、まあ、まだ風景見えるけど、通常見えません。はい。というのがちょっともったいないなというふうに思いました。ユキのレビューです。お部屋、設備、備品、水回り、この辺は444とさせていただきました。まあ、サービスもね、別に悪いっていうわけではなかったんですけども、まあ、ちょっとね、その、ウェルカムドリンクもね、テイクアウトという形、だったりとか、あとはね、夜から朝まではスタッフが不在というところもあったりするので、ちゃんとさせていただいています。環境眺望はですね、非常に、まあ、ちょっと駅からはあるんだけども、その分、雰囲気、リバーサイドで、リバービューもあったんで、4とさせていただきました。まあ、良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいております。はい。まあ、ちょっとね、外観がね、どうしてもね、しょぼいというか、ちょっと言い方悪かったか。古い、オフィスビルをリノベーションしてるので、外観まではそこまで手回らなかったっていう感じではありました。ということで、ユキの総合満足度は今回 A とさせていただきました。キャビンのようなですね、ユニークなプラントインテリアっていうのが、まあ、個人的にもね、結構好きな感じでございましたね。先に泊まった、開花、東京より、まあ、個人的にはこっちの方が満足度高かったかなというふうには思います。お得度でございます。今回割高とさせていただきました。やっぱりね、何らかんな、良かったけど、やっぱり素泊まりで1万2000円出しちゃうと、今の時勢だとね、結構いいシティホテル泊まれちゃうんですよね。なんでそう考えると、もう少し安いと泊まりやすいなーというふうには思いました。気に入りホテルの状況です。はい、ということでですね、ここに書かせていただいたような感じに構成になっていて、ロイヤルパークホテルよりも高くなってしまうので、まあ、その辺がね、どう判断するかっていう感じですよね。はい。各ホテルのリンク、動画の説明欄に記載してます。はい、この辺は5000円以下で泊まれるホテルもいっぱいあるので、検討してみていただければと思います。はい、最後に今回 お店3つ紹介させていただきます。これ見逃し厳禁でございます。まずランチ食べたところ、ビガーというですね、ホテルから徒歩3分のところにあるカレー屋さん、食べログ評価は 3.13 という形で、まあまあという感じではあるんですが、まあ実際はですね、結構ねボリュームもあるし、味もね良かったですね。はい、いろんなタイプのカレーがあって、楽しめるんでおすすめかなと思います。続きまして、マルゴっていうですね、ツイッターでバズっている、とんかつじゃないんですよ。カツ丼専門店ですね。ね、ちょっと場所的にはね、なんかこう、門前仲町からもちょっとね、裏手の方に入ったところにあって、微妙な場所にはあるんですけども、なんと、週末はですね、6時過ぎに行ってももう、1日分の予約が埋まっちゃうみたいな。すごいお店ですよね。なんかね、嘘かなと思って、ね、わざわざそのために、実はこの店に行くために、この流路に予約したっていうのが実は実態でございまして。はい。ということで、朝のですね、5時に起きまして、
5時ちょっと前に起きたのかな。で、5時15分か20分ぐらいにはもう行ってですね、並んだんですけども、すでに2組かな、待ってる人がいて。最終的にこう6時に予約表っていうのが出てですね、そこにこう自分の好きな時間、行きたい時間書き込んで埋まった順に終わっていくんですけど、まあ夕方までね、それで埋まっちゃうわけなんですけども、それが出た瞬間、つまり6時の段階でも35人ぐらい待ってましたからね。はい。あっという間に埋まってしまった感じでございます。で、中身はというとこんな感じで、ほんと分厚くてこんな、もうトンカツでも初めて見るぐらいだったんですけども、まあ、せっかく並んだんでね、メニューには、通常のタイプと、上しかないんですけども、実は裏メニューで特上っていうのがあるらしくて、マスターに聞いたら、まあ、あるということだったんで、それをいただいたんですけども、ね、確かね、料金が、波が1500円かな。で、上が2000円かな。で、特上が2800円かな。これね、2で割ると。っていう感じではあるんですけども、本当に、すごい食感でしたね。ただ、ユッキーね、ちょっと脂身苦手なんで、ぶっちゃけ3分の1しか食べれなくて、あと持ち帰りできるんですよ。なんで持ち帰らせてはいただいたんですけども、2月いっぱいはですね、まあ、これ放送しちゃうの2月じゃないね。もう3月だね。牡蠣、生牡蠣もですね、無料で出し、こうやって形で出していただいて、で中に入ってるね卵もすごいいい卵使ってるでしょうね、トロトロで、あ、もう美味しいんだけど逆にだからね、あんま食べれなかったというのが残念ではございました。はい、食べログ評価 3.47 ですけど、もっと点数高くてもいいかなというふうには思いました。あとはですね、パンを買ったところ、トリュフベーカリーっていう、前にですね、ユッキー、疲労でこのパン屋さんでパン買ったことあるんですけども、ここが本店になります。はい。で、3.63 ということで非常に、これも並んでましてですね、行ったら、ここでトリュフの塩パンとかをこうやった形でいただきました。はい。もう、やっぱりね、並ぶだけあって美味しかったですね。今ね、都内に5店舗かな、ありますね。門前仲町、広尾、三軒茶屋の3店舗と、あとミニ、あと軽井沢か。の4店舗か。で、あともう2店舗、ミニっていうのがですね、あって、新橋と有楽町にあるらしいです。はい。ということで、ちょっとね、お店の紹介長くなっちゃいましたが、そもそもお店ありきで、リューロン泊まったということもあったんで、あえてご紹介させていただきました。リューロも、お店も、おすすめです。はい。ということで、それではまた。